どうもポッカメです。さあ今日は謎の丸い甲虫を捕まえました。これ何の仲間だと思いますか？まあ多分サムネかタイトルでネタバレしてんだけど、この体つきとかね、模様でなんとなくわかるかと思います。そう、これゾウムシの仲間なんですよね。これはスグリゾウムシというゾウムシの仲間です。口が長いというよりは太いんでね、口太ゾウムシ赤っていうグループのゾウムシなんですね。北海道から九州に分布している普通種です。スグリゾウムシのスグリはあのケーキの上とかに乗ってるスグリです。あんまり好きじゃないんだよなあれ。あとカシスとかもね、スグリの仲間ですね。スグリ類の他にもみかん、ツツジ、イチゴ、まあ他にもね、様々な植物の葉っぱを食べます。好き嫌いがそんなにないんでね、いろんなところでたくさん見られるゾウムシとなってます。見ての通りボールみたいに体が丸っこいんですよね。あと上羽に2本の褐色の帯があるのもかなり特徴的です。そして突っ込みどころはこの口ね、口が短いんですよ。うん、ゾウではないわ。どちらかというとサイガじゃない、サイガムシって呼ぼう。このスグリゾウムシなんですけど、かなり変わった性質を持っていて、なんと単位生殖、つまり交尾せずに増えることができるんですよね。なんと日本の本土で見つかるのは全てメスだと言われてます。おそらくこの子もメスなんでしょう。じゃあオスはいないのかというと、そういうわけではないらしい。日本だと長崎県の男女群島でのみオスが確認されてるみたいです。すごくないですか？不思議ですよね。はい、こっちが腹側です。見てよこれ、このゾウムシ特有のメカメカしいボディ、かっこいいっすよね。お、ピンセットをよちよちと登ってきました。かわいいね。ちょっと待って、逃げるんじゃないのと思った方、このゾウムシね、僕飛んで逃げるの見たことないんだよね。飛べるのかな。いや一応飛翔できるみたいな情報出てくるんだけど、ガチで飛んでるの見たことないんですよね。普通種でね、すごいよく見るゾウムシなのに。はい、というわけで今回はスグリゾウムシを観察しました。ゾウみたいな顔をしてないゾウムシも実はたくさんいるということをぜひ覚えておいてください。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。